んにちは、今日は、浮き方、大発見、やっと分かりました、口笛の口笛を吹くがごとし、前から私言うてるんですけれどもね、いいっていう形でふんとこうここを細くそして吹く尺八の吹き方をちょっと忘れてもらって、いいでなくてあいうからおあいうえおのおうからおにかけてね、こう口笛の吹くがごとしっていうことで口笛、奏法で、要はこう下唇をこの歌口に、沈み込んで、上唇を添えて、ちょっと手前に引いて、その心は口笛のごとく口をとんがらして、丸く開けた細く、まあ、ストローの間ぐらいの大きさに開けた丸く開けた口あの吹き口から吹いて、この中に、金属尺八は中に吹き込むという形ね、ほとんど中に吹き込むような気持ちで、歌口に当てると吹き込むという奏法がいいんでないかということで、前から言ってたんですけれども、それが実証されたというか、今の音ね、でまあ、この主審系もこうピタッとこう添うてくるというふうな吹き方が口笛の吹き方ね、口笛奏法ですね。それをハイブリッド尺八、私のハイブリッド尺八に適用さしました。口笛の吹くがごとしてぐっとこう前に持っていくという形で、発見しました、尺八の吹き方とちょっと考え変えてもらって、口笛の吹くがごとしのトランペットの吹く要領のこうこう格好ですね、こうね。これで吹いていただいたらハイブリッド尺八は良くなります。よろしくお願いいたします。